第二代サフォーク公ジョンの紋章、第二代サフォーク公ジョンドラポールは、トリミング公として知られる、イングランドの貴族である。初代サフォーク公、ウィリアム・ドラポールとアリス・チョーサーの子として生まれた。1450年2月7日に、マーガレット・ボーフォートと結婚した。しかしこの結婚は1453年2月に、国王ヘンリー6世の権限で無効にされた。 1458年2月以前のある時期に、ジョンは、エリザベス・オブ・ヨークと再婚した。エリザベスはヨーク派の狩領ヨーク公リチャードとセシリー、ネビルの娘である。当然、エリザベスの兄弟である、エドワード4世、ラトランド博エドムンド、マーガレット・オブ・ヨーク、クラレンス公、ジョージ、リチャード3世とも義兄弟,弟ということになる。この結婚によってジョンとヨーク派の距離は一気に近づいた。 1463年3月23日、ジョンは、徳悟ルをもって、サフォーク校に劣勢られた。また、母方の祖父から引き継がれてきた、ウォリングフォード城の城主にもなる。1472年に、ガーター勲章を序勲し、オックスフォード大学の総長補佐に就任する。また、後に、アイルランド総督にも就任する。ジョンは、サフォーク州のウィンフィールドに埋葬された。 エリザベス・オブ・ヨークとの間には8人の子供がいた。ありがとうございます。